ようございます。突然始まったの。予告してないですね。あ、じゃあ突然始まったんです今日は新しく出る本のご紹介でよろしいでしょうか。はい、なんていうのか今一度お願いします。エピステモロジー。エピステモロジー、初めて言ったね。エピステモロジーは何ですか。認識論みたいな哲学用語なんですけど、なんかどうしてか分かんないけど急に哲学の名前にするっていう話になって、そう多く分かりにくいんですけど、そのようになっているらしいです。で一応パターン名も全部哲学に関係しそうな名前になっている、名前になっているんですけど、うん、まあ、みんなよく分からないと思うので大体でいいんじゃないですか。大体は毎年この本を出そうかと思うと、そうそう、なんか毎年使えそうな何かにしようっていう話になって、はい、それでね、はい、こんな感じになって、こんな感じになりました。ハードカバーになっております。はい、うん、っていうことで発売は9月1日1日になってますけど、2日お届けは2日になるんだよね。うん、1日はここのお店は営業してるんですけど、うん、1日に発送するので、2日に行けば2日になるんじゃないですか。1日に発送する。はい、はい、で中身は英語なんですけど、はい、このような日本語がついてます。あ、それ私今抜いてます。はい、ということになってて、今日はサンプルをご紹介します。はい、まず全然ちょっと題名が知らないですよね。頭からいきます。頭からいきますか。頭はそれそれ、これです。クレアリティですか。クラリティ、クラリティですって。うん、クラリティはギークじゃなかったんでしょうか。ギークですよ。はい、シンプルな結構普通のセーターなんで、ね、普通のセーターになっています。で、ね、前後差があって後ろがちょっと長いセーターで、うん、ドロップショルダーチックな、はい、そうですね。トッコさんもうちょい下げてください。うん、はい、はいはい、で普通のラウンドネックで、うん、暑いね。ちょっとこれ着るの無理じゃないのそうだね、うん、一瞬で良ければいつでも、で、いいで袖は結構上は太めでこの辺が余裕があって、そうですね、テーパード、はい、シェイプとかなので、普通のセーターが欲しかった人はぜひお買い求めになったら欲しいんじゃないですか。ね、ギークなのでザクザク編めるし、はい、素早く編めるやつだと思います。はい、ですね、サイズ展開もまあまああると思いますよ。結構あったと思います。はい、何サイズって言ってなかった、うん、そんなしたの、すごいね。1,2,3,4,5,6 サイズですね。6サイズ展開で、そう、XS から 2XL、 88から 141.5 センチまであるので、大体の人日本人着られると思います。うん、はい、ね、なのでこれでもうドロップショルダーのセーター買わなくていいんじゃないですかはい、っていうのが1個目で、2個目はモヘアのカーディガンです。これ何ですか、はい、題名詞。これは Truth and Belief です。あ、なんかよくわからない、うん、そのね、認識論の、はい、なんか基本のなんかコンセプトみたいな、コンセプトみたいなら、はい、真実と、はい、自分がしし正しいと思い込んでいることと、はい、なんか違うみたいな、はい、そういう話なんですけど、ね、これは、はい、なんだっけ、いつも名前忘れてる。ウールモヘアですか。あ、ウールモヘアです。うん、ウールモヘアで編む変わり引き上げ編みみたいな模様になってて、襟が立って1個だけポッケがついています。あ、ここが全部引き上げ編みなんだ。あ、そうなんですよ。それでちょっと意を決して着てみますね意を決して着てみますけれども、このように、こうただ羽織るだけ、うん、あっで、襟がこうちょっと、ね、襟がちょっと立つっていう、うん、私的にはちょっと羽をこうパッと羽織りたい、その時に羽織ってほしいみたいな、そういう感じで作ったんですけど、ちょっと3枚分ぐらい編んだので、もうちょっと遠ざけたい気持ちですね。そっちはどこさんなんだろう。
そうなんです。編みすぎてちょっと遠ざけたい気持ちなんですけど、うん、モデルさんはこちらを着ています、うん、だからちょっとゆったりに着ても可愛いんじゃないかな。そうですね、こっちの方が大きいサイズで、そうです、こっちが L とか M ですね、M、こっちが M サイズなんです。そっちが S サイズなんで、ね、はい、こっちが S サイズなんで、でモデルさん痩せてるんですけど M サイズをざっくりって感じで着ています、 、はい、まあ私的に家で着たりするのにいいかなと思ったんですけど、うん、もちろん外で着ていただいて、そうですね、はい、なのでちょっとワンサイズ上げても可愛いかもしれないです、はい、軽くて暖かいっていうのが特徴です、うん、あのね、すっごい軽いね、すっごい軽いです、うん、はい、なので羽織物が欲しいと思っていた気分がよろしいかと思います。ルルモヘア今年赤も出たので、あ、そうね、かわいいね、赤かわいいね、はい、うん、次がこれ何ですか、知りません、これはね、アーゴンなんですって、うん、でも意味はちょっと忘れちゃった、私はつけてない、あ、ケビン考えた、うん、後で変えたので、ちょっと日本語のこれがね、それで落ち着いてないんだ、日本語教えてくれよ、変えたのに知らなかった、言ったような気はするんだけど、ここがちょっとウォーターマークになって、あれじゃない、ちょっと夫婦で話し合って終わったんじゃないパターン名が英語版と日本語の冊子の方で違うことになってる、そうなんです、はい、あの気にしないで、はい、ミトンだから、はい、あの絵で描くの、はい、あ、絵がないのか、でも大丈夫、絶対わかるから、シルクモヘア使ってるのそれだけ、はいはい、あの凝ってるんです、うん、これ上にと、ね、そうな、上にシルクモヘアのレース模様かぶせてあります、はい、なのでとても繊細な雰囲気に、それだったらつけてくれた、うんうん、繊細な雰囲気になってて編むのも面白いんじゃないですかね、うん、で結構私たちは意外と似てる色をセレクトして、うん、ちょっと全体がシックな感じになってまとめるっていうのがコンセプトだったんで、うん、似た色を選んでるんですけど、もちろんなんか全然違う色選んでも可愛いかなと思います、はい、可愛いと思います、白にこのモヘアが青とか、はい、そういうのでも可愛いかなと思います、はい、で次が、カウルです、はい、こちらです ね、うん、ですね、これトッコさんのやつね、そうですね、これも頑張りました、はい、ちょっと読んでください、これこれはデュアリズムです、あ、デュアリズムなんかわかるんですね、うん、デュアリズム、はい、あ、それも被ってくれるの、ありがとうございます、これですね、これね、こういう風に切ってもいいし、なんかこう切り切り身なんて分かるの、切り身、切り身じゃない、今ね切れ込み、切れ込み、うん、そうだ、日本切れ込み、切れ込み、切れ込みがあるんですはい、はい、それで2色ブリオッシュ編みです、うん、なの でこれを上にしてもいいし、逆にしてもいいんですよ、下で、あの、はい、特後ろとかにしてコートの中に入れるのに、うん、あ、後ろにしてね、後ろ切れてると、うん、方が便利ですね、なんかできるじゃないですか、はいはいはい、下まで、うん、肩まで、だからこれね、うん、思ったよりうまくいったね、そうね、うん、使いやすいこれ、竹感とか、うん、使い勝手もすごくいいなと思いました、うん、でこれ、ね、後ろにしてもいいし、うん、前にしてもいいし、結構いろいろ、はい、うん、あのよくカーブって問題点は結局スカスカして寒いってことないですか、皆さん、私あんまり首にぴったり来ないからね、そう、首にぴったり来ないのがすごく嫌なんですよ、うん、でもこれ切り込み切り込みを入れたおかげで、うん、すごいぴったり来るんですよね、うん、ここはあとね、ここ二重にできるしね、ここが二重にできてぴったりするので、うん、なかなかいいなと、うん、男性にもいいかなと思います、これ、はい、シックな色を選べばプレゼントにも、うん、あのやってることすごく簡単なので、ブリオッシュ編み初心者の方にも非常におすすめです、うん、はい、はい、分かりやすいしね、そうだね、目を落としてもこれなら、うん、これなら大丈夫、ね、はい、それで次がこの2色の、はい、これが皆さん編みたいと思ってんじゃないですか、これもね、あれなんだよね、途中で名前変えたんだよね、こっち大丈夫だったかなそれはね、私キープしてたと思う、あ、そうだね、うん、ちゃんとね、あの、大丈夫、あの、なんでケビン、あの、ケビンとメリさんの2人
夫婦だから聞いてたその時、うん、で、あ、変わるなって思ってケインがこれおかしいって言ってるから変わんな、うん、これと思って私は氷山の一角みたいな感じで、そう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 、アイスバーグにしたかったんですけど、うん、なんかそぐわないって言ってね、うん、他のやつと違いすぎるって言われて、あの却下になって違う名前になっちゃって、うん、それであのじゃあ考えてって言ってデビューが考えてだからねちょっといまいち意味がしてたから、ね、自分が考えてないからそうちょっとアメリカ人に考えてたんですこれはですね、こっちが、フォークランドウールで、うん、こっちがあのモヘアですね。そうね、ここフォークランドウール、はい、すごい模様がはっきり出るので、これ表裏の模様だけなんですけど。そうなんですよ、すこう模様がはっきり出るんですけど、上をモヘアにして、ゲージがあったんですね。うまく。皆さんもちょっと頑張って合わせていただきたいんですけれども、はい、このすごい模様編みと上がちょっとモケモケしてるっていうこの組み合わせが素敵な感じですね。これ男性もいいんじゃないでしょうか。そうだね、サイズ的に、うん、すごいハート飛びましたよ、ね、サイズ展開的にもたくさんあると思うんですよね、うん、デザイン的にはすごいシンプルであんまりフェミニンなところが何もないので男性にもいけそうと思いますね、うん、そうですね、サイズが一番大きいので126もありますのでいけると思いますね、うん、はい、ユニセックスいけるんじゃないでしょうか。丈感だけ長くしてあげれば男性もいけると思いますね、うん、そうだね、はい、丈はね横幅と同じ比率では長くならないので、うん、はい、男性向けに編むときはもっとただただ長く編む、長く編めばいいかなと思います、うん、それで全然難しいことしてないです。この模様もすごく簡単だし、うん、はい、なんですけどうまいこと言ったと思います。これ可愛くできました、ね、はい、おすすめです、はいはい、これ代替えは厳しいです ね、 多分ね、そうだね、うん、これはちょっとゲージがぴったり合わないとそのまんま諦めて、うん、諦めてコッタさんの糸を使っていただくことをおすすめします。このフォークランドウールすっごいいい糸なのでこれはね、一回編むといい、はい、こんなにね、うん、凹凸が出るってやっぱ珍しいんですけど、うん、なので一回試されてみたらいかがでしょうか。これ本当にいい糸です、はい、うん、ということで、はい、こちら終わり。それで次が、はい、あ、これがあれですね、表紙のやつですね、うん、何ですかこれ。バイアスと、バイアス、バイアスなのか、バイアスでしょ、うん、パターン名言える気がしないですねどうしようみんなであれ、そう、あれ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 、あのチェックのやつ、チェックですね、バイアスでしょ、うん、バイアスです。一番わかりやすいんじゃない。あ、そうだね、うん、これはバイアス、うん、いけそうね、はい、あのバイアス、あとは偏見って意味もあるんです。あ、そうですね、バイアスがかかってるんです、うん、バイアスですね、うん、なるほどね、はい、これは、ウールモヘアの2本取りで、要は緑と白の組み合わせを緑と白を混ぜたり緑だけだったり白だけだったりっていうのでチェックを作っています、うん、そうね、あのこれはね、まあ、こうやったらこのパターンできるんじゃないかっていう見込みを立ててからおつるさんに投げた。そうなんです。それで、うん、一番いい方法を選択すると糸を細かく切らざるを得なかったんですけど、うん、しょうがないと思ってください、うん、はい、あ、なんかめんどくさいなと思われると思うんですけど、あの思ってる通りめんどくさいです、編むのはそうだね、はい、でも、うん、あの端と対して始末しなくてもそうですね、ちらっと見る と、このような雰囲気が出てまして、あのまあまあ大変なんですけれども、うん、糸が太いので、うん、すぐ終わります、うん、そうだね、はい、うん、なんでチャレンジしてみてください。はい、はい、サンプルニットは普通に編んできましたので、うん、指示通りにやれば問題はないと思います、はいはい、あのガイドもしっかり書きましたので、うん、いけると思うのでぜひトライしてみてください。そうだね、これ編んでみたいな。だからもっと可愛い、さっきのね水色のやつと水色と白でやったらすごい可愛い感じにもなるし、うん、黒と白でやったらすごいシックな感じになるし、ね、なんかいろんな組み合わせができて面白いかなと思います、うんね、はい、で、あの暖かくて軽いことはもう、はい、明白な、はい、
すごいザクザク編める感じです。はい、次がスペクトラムですか。はい、スペクトラムの意味は何ですか。これはさ、ほら、なんていうんだっけ、はい、水晶とかでさ、うん、あの光をほら乱反射する、うん、あこう曲がる、曲がって虹ができるじゃん、うんうんうん、あれなんか光のなんていうのかな、幅じゃないけど、はい、あれがスペクトル。もうちょっと、はい、次覚えてるかどうか今はあの、ね、いろんな色使ってるでしょ。なるほどね、うん、これは原毛をの色を組み合わせて、うん、ガーターでただただ編んでるんですけれども、はい、向きとかもちょっといろいろ考えてやってます、ね、うん、やってることはそんなにっていうかあのすごく簡単なので、うん、まあ、初心者の方でも全然編めるかなと思います、はい、でもあの大きさとかこの穴の開ける位置とかを考えました、うん、結構考えてね、はい、基本はここあの頭入れるんだったらここが一番おすすめで、はい、まあ、あとは適当に巻いてねて巻いたりとか、あとは可愛いですよ。そう、頭入れずにあのもちろんただ巻いて、ただ巻いて、はい、ここにあのこうやってね入れるとこも作りました。穴にこうやって入れてもらってもいいし、はい、みたいな、あの巻き方は結構ご自由にご自由にで、はい、あの色が問題です、うん、良ければもうこの色そのまんま、あのね、お使いください。きっと今準備してるんですけど、これちょっと他の色考えるのが大変すぎて、うん、あのこのまんま組ませてもらってます、はい、あとはもうモノトーンの色とかだけ買って、ね、自分で好きにこう重ならないように、うん、やってくださっ て, もらってもいいかなと構わないです、うん、黒とか、はい、白とかベージュとか。でもこの形とこの長さは、うん、まあまあ考えました、うん、はい、ね、あのこれがおすすめです。一応私の中でのベストってこと、はい、いろいろ考えて、ね、いろんな線引きましたけど、うん、これが一番良かったと思いますので、それでお願いします。でこれが何ですこれ。これはね、パーセプションです。はい、分からないですけど、パーセプションです。いろんな色の組み合わせで、はい、たくさん見た目が、見方が変わるっていう意味でパーセプションにしました。こちらも原毛ですかね。これも原毛ですね、はい、原毛でいろんな組み合わせ、うん、これとこれは緑使ってて、はい、これも可愛いよ。こっちとこっちは両方紺使ってるんですけど、うん、本当どの色組み合わせても可愛いかな。黄色とか使っても可愛いしね、うん、本当ですね、うん、これがどのぐらいのぴったりさ加減なのか、確かに急な、確かにあ、結構いいんじゃない。うん、このぐらいです。いい感じだよね、はい、はい、なのでセットで誰かにプレゼントなどされてもよろしいですか、うん、あの長めなんですけど糸がすっごい柔らかいのでこういう感じにならない、はい、うん、あの編み込みなんで暖かいかなと思います、はい、帽子とセットに、はい、なっています。なっています。いろんな色でどうぞっていうことになってます、はい、それで次がサブリミナルですね。サブリミナルは分かりますね、私ね。これで終わり。そうだね、これポンチョなんですけど、ピークだっけ、うん、別に好きにしてくれていいんですけど、あのパックリ開いてます。うん、なんで思ったより寒いです。はい、思ったより寒いですけど、まあポンチョだから下に何かを着て上から羽織るっていう、羽織るっていう設定でこうひらひらしてます。ここ別に閉じてもいいです。いいんだよね、全然閉じてアイコード一周してるので、うん、あの自分の寒さ加減に合わせてあのここら辺まで閉じてアイコードにしていただいても。全然問題ないの、好きにしてください。普通のセーターとしても可愛いと思う。普通のセーターにしても、うん、だいぶオーバーサイズで、はい、あの前後差あって裾は丸くなってて、え、これそれはこれは結構細いです、ね、みんなが着た感じが分からないから着ようと思うんですけど、うん、ここがヒラヒラしてるんですよ。結構横ね、はい、開いちゃうんで、ね、横が寒いですここがなんかあのこのまま洒落た雰囲気に来てもよし、うん、あの私寒いから嫌だと思った人はあの普通にここ閉じていただいて
な結構です、うん、そうすると普通のセーターとして普通のポンチョにポンチョっぽい感じになるので、うん、あの好きになさってくださいデザイナー的には好きにしてほしいなと思ってます、うん、はいそうねどっちを優先するかラムダはねそんな難しくないえラムダはとっても簡単です、うん、これギー君はほんと早く編めるのでそうですね、うん、これがねギー君の新色なんだよねあそうです、うん、カーキのやつですね、はい、なのでなんかゆったりしたポンチョ風のセーター欲しいなっていう方にはおすすめです、うん、はい、はいね、おしまいです、うん、ということであのちょっと変わり種もあるんですけれども全体的にシンプルな雰囲気にまとめております、はい、あのそんなに難しくなくて、はい、若干どっかひねりがあるぐらいのぐらいのものに感じのコレクションになってます、はい、なのであのちょっと初心者の人もいけるんじゃないですか ね、うん、難しいこと何もしてないんで難しいパターンはあえて入れてないって感じですね。そうですね。シンプルな。ちょっとあの斜めのバイアスのやつが一番めんどくさいかもしれないですけど、はい、あとは、はい、うん、あとは普通の技法を使った普通のパターンになっていますので、はい、お願いします、はい、モデルはかすみちゃんです。はい、はい、きっと2日に全部出します、はい、あ、ということなので、はい、楽しみになさってください、はいはい、結構他 の、 あのマフラー以外は他の色も結構作ってるよね。そうですね、 それもそのままです。あ、これは4色あるからはい、4色あるんで、はい、そのまま、はい、うん、まあ、私的にはきっとあのツートンのあれが一番人気なんじゃないですか。そうです ね、 ね、あれはウールフォークの色数分パターン作ったので、フォークラインあ、フォークラインですね、はい、フォークラインで、わかりました。はい、お楽しみになさってください。すぐ発売です。はい、はい、ということで今日はうちから新しく出るオリジナルの糸の紹介をとりあえずするということで、はい、とりあえず、うん、はい、はい、これは9月4日発売かな、ね、4日でよかったの。私たち 何日かなって言って、私が4日じゃないって言って、そうなのって言って、私誰かに4日って言われた、うん、私もね4日って言われ4日って書いてるよ、はい、4日ってカレンダーに書いてあったからずっと4日って言ってます。カレンダーなんか Google で入ってたの。あ、 Google じゃない、その手書きのやつ、あの年間カレンダーに。あ、そう、私が書いたのって。じゃあじゃあ私にね、よ、いや、なんかガラガラのね、1日だとみんなが大変だなって思ったんだと思う。はい、ありがとうございます。いや、それで私はあの私は4日だって勝手に思ってたけど、そりゃパターンを作ってる身からするとすごいありがたいですとかじゃあ4日ねって。はい、はい、色は16色あ、うん、まだちょっと16色ですよ、16コマ、はい、それまだね名前が全然入ってなくて、はい、再三にあたって色の名前聞かれるのに中長さんに聞いてとか、ゆりさんなら知ってるんじゃないとか、いろんな方さん多分知ってるんじゃん、全員に振ってる、いろんな人からすごい聞いてきますどっこさんが聞いてって言われたって。でもさ、あれじゃん、ここもラベルにほら書いてある、これが、これがあれでしょ、うん、あのクローバーってことしか知らない、うん、だから今日勉強しようと思って、それでレイク、うん、あ、レイクだって、うん、糸の名前がトレックなので、はい、トレッキングの時に見られそうなものの名前が色目になってます。そうなんですって。それで、このタグをつけるのは大変だった。もう私結構慣れました。ここがあのどんぐりが飛び出るっていう。そうなんです、すごい。これがね、で後ろがクレームがね来るかなとは思ったんだけど、うん、何のクレームだったの。これがさ挟むのが大変だって。あ、作ってるところからね、うん、いや、つける人から、ね、つける人からねでもね、これが可愛いかなと思って、後ろのこのどんぐりの抜きが可愛いね、うんうん、っていう、ただ挟むだけじゃなくて、なんかちょっとしたら可愛いかなと思ってこういう風になってます。それで、多分、うん、パレードもそのうちこのタグに変えるんでしょ。変えるかも、うん、っていうことらしいですよ、はい。では心の中では思ってるんですけど、はい、ちょっと加工してる人たちに反対されるかもしれないですけど、
そうね、そういうことね。はい。ね、本当にたくさん決めたんですよ。うん。なんか忘れちゃったけど大変だったよね。ね、何が？色決めんの。色決めんの大変だったんですよ。何回やったっけ？もうすごい何度もやった。うん。うん、すごい今ちょっと頑張って見てる。一回でうまくいったようなれば。頑張って持ってみてるんですけど、ね、あでもちゃんとあの床に置いてあるのも見えてる、はい、あ本当ですか、はい、床って机に置いてあるんです、はい、うん、かわいいのいっぱいあります。そうですね、ちょっとね私たちが好きな色が多めなんだよね。それはいいんじゃないですか。黄色系とかさ、だって、うん、うちがつくんだからよくない。ね、それでね、もちろんね、ミドラーも私たちとしては、うん、この緑が一押しで、緑、うんのものをたくさん編んじゃったから、うん、多分緑が最初に売り切れんじゃないかっていう予感でいっぱいだよね。そうだね、みんながこの緑で編みたいみたいな。そうですね、緑結果でもあのカーディガンとメリーさんが編んでた靴下じゃないですか、うん、でも小宮さんも使われてんじゃないか。ああ、ね、そうですね、ちょっとだけ、うん、緑ね、っていうかね、最初にこの緑だけあったからね。そうそうそう、ね、そう、大量に最初に緑の染めだけ上がったから、ね、みんなで緑で編んでた。だ最初の在庫としては緑が多いかもしれない、うん、そうですね、はいはい、なかなかいい色だったね、はい、うん、でそれでこういう色を作ったのは、ショールのソリッドカラーとして、うん、こういう色合いも必要なんじゃないかと思って、まあ、ね、この可愛らしい、なので、ね、ちょっと差し色として作っている色の毛色の毛色、まあ、これはあの黄色い靴下ですごい可愛いんですけど、うん、あとねオレンジもぜひ靴下ね、うん、このオレンジ可愛いよね。だから差し色に使えるんですよ、やっぱこういう風に、うん、だってこういう色もご用意してますし、はい、これは結構ムラがある色で、はい、あの全本当は全部もっとムラを出したかったんですけど、工場でなんか本番染めしたらムラがあんまりなくなってしまって、これこの色は一番ムラがあります。はい、なんか難しいよねやっぱね、うん、あのこれも結構差し色で作ったピンク。そうですね、だからまあこういう普通のよく使えそうな、まあ色はもちろんご用意されてるんですけど、うん、はい、それに差し色としてこういう、こういうやつとか、はい、こういうやつとかやるといろいろ可愛いんじゃないかなっていうことで、結構差し色系で作りました。う、ね、はい、うん、というようなコンセプトで作っております、はい、で糸は去年です。ウール 100% 去年でいいよ、うん、去年でわかるかな。え、あのものすごい酔ってるんです、はい、なので遮光しないギリギリの一歩手前ぐらいの去年です。ウール 100% なんだけど糸がすごく緩ることによって丸みが出てるので、うん、肌に当たる部分がおそらく少ないからさっぱりするかなと思ったんだけど、あとモケモケもしないし、ね、そう、あのね、すごいさっぱり感があるので、うん、まあもちろん38度ぐらいには着られないですけど、30度ぐらいだったらいけそうな雰囲気出てます、うん、あとまあ夏の冷房余計にぴったりです。暑がりの冬服にも、はい、うん、暑がりの冬服にもぴったりなんで、まあ、あの糸はフィンガリングからヘビーフィンガリングぐらいなんですけれども、うん、基本フィンガリングのゲージ取れます。はい、あの気をつけない、すっごい伸縮性があるんです。それで、うん、あの去年だっていうのもあって、で気をつけないとどんどんちっちゃくなると思うんです。そうなんです、すごい引っ張れるんですよ、はい、あの時になんか、まあ、アーバーと同じ現象ですね。そう、なんで私靴下編んだ時はもうできるだけ糸を引かないように、編んでもすごいフィット感がある靴下が編みました、はい、すぐちっちゃくなるんで、そう、お気をつけください。で、一応防縮効果がある。あ、防縮なの？あの7割防縮加工したウールで、うん、3割防縮してないウールなんですけど、組み合わせなの？はい、あのこの糸自体は去年だっていうこともあって、うん、あの洗濯機で洗っても縮まない加工になっているらしいです、はい、はい、その防縮ウールを使った理由はこのさっぱり感。そうですね、うん、あのあまり、ね、糸をたくさん編んだことがない人はちょっとイメージしづらいと思うんですけど、さっぱりしたウールって結構難しいね、うんうんうん、ないんですよね。
ね、なので、さっぱりしたルールを追い求めて2年間やってきました、うん、はい、はい、すごいいろんな材料を試して、はい、なかなかうまくいかなくて、うん、そうなんですね、この毛羽立ちがない本当にすっきりしたさっぱりとしたルールだと、うん、あの通年いけるということで、うん、追い求めた結果出来上がりました。はい、はい、編み心地いいですし、うん、目も揃いますし、うん、素敵な椅子だと思います。そうだね、一年中使えるすごいいい、はい、そうね、今これが可愛いんだね、赤可愛いよね、うん、でも可愛いですね、うん、ということで、あの本当の、お知らせはまた再来週になっちゃいますね。そうだね、はい、ちょっと来週ライブができなくて、はい、でもうあの来週売り出しはするんですけど、はい、サンプルとかもいっぱいあるのでそのご紹介は次回かな。そうですね、うん、最初の稼数があまりない、初回だけちょっと少ないんですけど、はい、またすぐ入ります、はい、なのでそんなに慌てなくて大丈夫、はいはい、あの継続はしますので継続します。あのじゃんじゃん作りたいと思います、はいはい、ご安心ください、はい、そうですね、なかなかいいのが揃ってね。そうね、うん、結構大変だったね、毎回大変なんだよ ね、 だね、色がね、なかなかね、そう、うん、でまた来た時にあのすごいどうするみたいな、そう、どうしたら思ってる色に持っていけるのかが、うん、あぜん、なんか呆然とするみたいな、そう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 、これどうしたらいいのっていう、うん、そうだね、こんな感じです。はいね、頑張りました、はい、以上で良かったんでしょうか、はい、いいですか、それぐらいだよね、告知とかもないよね、うん、今何時だった、17分です、あ、もういいんじゃない、うん、はい、あれやらなくてよかった、あ、はい、ちょっとまた出します、わかりました、はい、あれはいつから出すのかな、あれはまあ準備ができる、あ、そうですか、はい、今週ちょっと無理かなって思います、はい、手染め来てます、はい、手染め来てます、で、あ、20号のキットなんですけど、はい、ちょっと糸が揃ってない関係もあって、あのできたものから順次出していきます、あ、そうそう、はい、あの一遍にはちょっと出されなくてですね、申し訳ないですけど、はい、ちょっと遅れてて申し訳ない、20号のキットってあのマフラー以外になんか後半に回すって言ってたものが、ほらオールが、そう、あ、そうだね、全然ちょっと糸が確保できなくて、ちょっとオールは無理じゃない、うん、だからちょっとね、うん、あの窓のキットが難しいかもしれないんですよね、なんでちょっと糸ご用意できたものから順番に出していくんで、ちょっとお待たせして申し訳ないんですが、そうですね、はい、それでちょっとお願い、そうだね、まああの窓以外は多分出せると思いますね、糸が木次第、木次第ですね、うん、はい、そうね、はい、バラバラ出すと思うので、バラバラ出します、はい、はい、すいません、はい、すいません、お願いします。はーい。終わった。じゃあ閉めてください。皆さん、何？今日何曜日？今日は金曜日だから、今日は良い週末を。良い週末をお送りください。はい、私たちは明日も引っ越しです。そうです。明日毎日引っ越ししてます。頑張ってます。はい、では皆さん、良い週末を。良い週末を。